死亡した児童の父親は今日午後、郡仙台市長と面会しました。この問題は2018年11月、仙台市泉区で母親と小学2年生の長女が無理心中し、市がいじめ重大事態と認定していたものです。父親は市に対し、いじめと心中の因果関係が明らかになっていないなどとして再調査を求めていました。これに対し郡市長は、専門委員会で調査が尽くされているとし、再調査は実施しないと判断しました。このため父親は、学校や教育委員会の資料に誤りがあるなどとして、改めて再調査の実施を訴えました。改めてですね、直接その要望の理由、趣旨を直接ご説明させていただければと思います。面会は非公開で30分ほど行われ、終了後、郡市長は判断は変わらないと強調しました。いくつか見解の相違があるというふうに思っておりまして、そういう中で導かれた結論には変わりはないのだということをご理解いただきたい旨をお伝えしたところですが、市長に直接伝えれば市長は考え直してくれるのかなっていう少しの期待を持って行ったんですが、その期待通りにはならなかったです。死亡した児童の父親は引き続き市長に対していじめの再調査を求めたいとしています。